日本近畿地方大阪府大阪市中央区、北浜北浜は、大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は、北浜一丁目から北浜指定目。船場の北端の町で、土佐堀通と内北浜通の両側町。南は今橋、東は、東横堀川芦屋橋を挟んで、北浜あず北は、土佐堀川南場橋、仙台木橋、淀屋橋を挟んで、 北区中野島、西は、西横堀川との阪神高速1号、環状線北駅を挟んで、西区江戸堀と、それぞれ接する。東側の1丁目と2丁目は、江戸時代から同じ丁目で、北浜駅に近く、一般的に北浜といえばこの付近を指すことが多い。大阪取引所を中心とした、金融街となっており、 東京の金融街である株都町が島と呼ばれるのに対し北浜は浜と呼称される。西側の3丁目と4丁目はかつて別の町名だったこともあり、淀屋橋駅に近く北浜と呼ばれることはあまりない。また、4丁目は住友グループ企業の本社、本店オフィスが数多く立地していることから住友村とも呼ばれる。なお、 東隣の北浜東はかつて、京橋という町名だったことに加え、船場ではなく、上町に位置しているため、北浜には含まれない。江戸時代を通じて、北浜は、現在の1丁目と2丁目のみで、現在の3丁目と4丁目の内新西橋筋、伊藤は、下所町、同伊勢は、土砂堀通総いが、大川町、内北浜通総いが、梶木町、西横堀川沿いは、 七郎衛門町一丁目という町名だった。1872年に河所町と梶木町を編入して1から5丁目に改変。七郎衛門町一丁目を横堀一丁目に千九1989年に大川町と横堀一丁目の北部を編入して現行の1から4丁目に改変された。百四十三年に金、銀、千の取引相場を決める。 金創上会所が、高麗橋より北浜へ移転。また、1777年には、長崎向けの輸出商品を売買する、原物会所が、ビンゴ町から北浜へ移転された。明治以降は、金創上会所跡地に、大阪株式取引所が設置され、有力な両替商らによって銀行などが設立された。1845年に、大村増次郎、 福沢幸知らを輩出した小形湖安が開設の敵塾が津村東の町より下所城へ移転。1875年に若西間新地とも呼ばれる北浜東端の築地において大久保利道、木戸孝義、板垣大輔らが会談して日本の三権分立と全自立権が決定づけられた大阪会議が開かれるなど北浜は日本の近代化に 大きな影響を与えたところでもある。1962年に埋め立てられた西横堀川には西国橋、船町橋が架橋されていた。船場の北の浜を指すによる2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市中央区の町邸朝一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧 AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧 AB、北浜の郵便番号。 日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、 平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。 平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧郵便番号簿2018年度版日本郵便2019年6月10日閲覧ありがとうございます